川内源氏は、川地国に根拠地を置いた清は源氏の一流。一般的に武士で源氏という場合、この系統を指す。また、平家と称される伊勢平氏と併称される場合には源家という古称も古くは用いられていた。清は源氏の武士団を、摂津国川辺軍た田に最初に形成した、源の三中の三男の源の頼信を外する。来信の長兄は、 摂津源氏の祖の源の頼光であり、事件は、山と源氏の祖の源頼地下である。源の頼信は、河内国古市郡坪井を本拠地とし、交流法の館を建てる。本拠地が、河内国であることから、河内源氏と呼ばれる。羽びきの市には、八幡太郎義家をはじめとする河内源氏の墓や、宇治神の坪井八幡宮や坪井権限がある。河内源氏は、 源頼信が、平忠常の乱を、ついで源近、源頼地源義家が、全9年の役、義家が、あと3年の役を平定し、東国武士を結集して、いわゆる、武家の統領と称される地位を確立した。しかし、陰や貴族に脅威を与えた川内源氏は、陰と結んだ兵士による、源氏勢力削減政策により不遇を極め、 方言の乱と平時の乱を経て没落するも、先祖が築いた基盤をもとに、頼朝が鎌倉幕府を開いたとされていた。しかしそういった主張は近年では否定されつつある。貴族と武士は同じ支配者層であり、貴族と武士が対立関係にあったのではないとされる。また、頼朝の流星の基盤は、源平騒乱の結果で得た領地で先祖からのものではない。 ただし当時の武士の第一人者とされていたのは、間違いないとされる。川内源氏初代の源の頼信は、源三中の三男であり、平忠恒の乱を鎮定し、坂東に勢力を腐食し、その子の源の頼近、頼近の子の源吉家の義家の時に、前九年、後三年の役で坂東武士を三家に収め、特に義家の時に武家統領となった。 よりいえ、友の、鎌倉三代と呼ぶのと同様に、雷神、より義家を、川内源氏三代とも言う。川内源氏が、摂津源氏のように、京都を活動部隊にせずいた東を拠点としたのは、兄の源の頼光、源頼近が、藤原の道長に側近として仕えたのに対し、来信は、光付の助や日立の助など遠方で収入の少ない、 東国受領となっていたからである。しかし、上記のように武功を重ね、吉家、義公兄弟の頃には、聖は源氏最大の勢力となっていた。この頃、源氏諸流は、中央の下級官人を辞し、地方の召喚等となることにより、勢力を築いていった。しかし、義家の晩年に、次男の義地が、朝廷に反抗したため、義家は苦境に立たされ、川内源氏に、 陰りが見え始める。また、弟の白木三郎義光と四む男の高賀が入道義国が、日立合戦を引き起こし、両者が直感を受けてしまう。さらに、義家の死後に家督を継承し境名を誇った、義家の三男義忠が暗殺され、当初事件の主犯とされた弟の義公が、白川院の命を受けた、源義地の小宮本為義と現行国の、 討伐を受けて壊滅、また事件後真犯人が白木三郎義満であったことが明らかになるなど、河内源氏内部の分裂は明白になり、県政はしばらく失意した。この背景には、河内源氏がよりどころにしていた、石管家の石管政治から陰性への移行があった。源のため吉は白川院に近似したものの、自身、老刀、八を、 神前八郎ためとも等の老関行動で神を失い切開下へ接近した。一方で長男の源義の友は南関東に下校して勢力を伸ばし、白河井に仕えて父とは別行動を取った。この際、当時の武蔵守、藤原信頼に接近したとされる。義友は荒川入道義国とも結ぶことに成功し、関東で力をつけ、 さらに院の影響下で、京都へ復帰した。一方、父、ためよは、義友の弟、源、よ方を義友の支配の及ばない北関東へ、派遣した。秩父武士の争いも関わって義方は、義友の長男、義平と対立したが、大倉合戦で、義方が討ち死に、義平側が勝利した。一方の中央では、白河院の調和を受けた伊勢平氏一族の平。 政サが地位を固めていく一方で、部門の中で、川内源氏の勢力は、吉家の死去以降相対的に低下していた。取り分けた名義は、他の川内源氏が、それなりの地位を獲得する間、問題行動などが原因で、長年簡易的に筆足をしていた。その中において吉友は、川内源氏の50年ぶりの受領就任を果たすなどの、躍進を遂げた。 源のため吉と吉友の対立は、ス徳上皇と小白川天皇との間に起こった高言の乱において決着する。ス徳上皇后となり、敗れた父や弟を処刑した吉友は、同じく因側についた源の吉安が救世したこともあり、川内源氏の中で最大の有力者となった。しかし京都では、神勢一門、二条天皇神聖派、 後白川陰性派というグループの定立が起こり、藤原信頼と結んでいた義朝は同じく信頼に、寄り木した武士たちと共に、後白川上皇幽平、平治の乱に加わった。一時信頼グループは政権を掌握するが、平野清盛らが秘密裏に上皇らを救出したことで、形成逆転、敗退して、信頼は処刑され、義朝は京を落ちて東国へ向かう。しかし、 道中で復身の鎌田正明の衆となる、尾張国の長田忠宗の手にかかって殺害された。なお、平治の乱では、源頼政は、源義朝に対して、独自行動をとって、義朝のこの義平と戦い、結果的に平家の勝利に貢献している。その後、平氏政権での抗位継承の不満から反乱を、起とした持ち人をに、 源頼政が協力する。この乱は失敗するが熊野に潜んでいた、吉友の末弟源行家らが、持ち人王の領事を全国に伝えると、川内源氏の源義の友の子である、源の頼友、源清源源頼頼、源義園、源義常ら兄弟や、源義友の弟の源義方の子であり、 頼朝のいとこにあたる源の義仲、源、義光の子孫の武田信義、安田義貞、山本義経、柏木義兼、義国の子孫の足利の力よ、日田支所流の山名義則、里見義成、源、頼綱を祖とする、ただゆき綱、源、頼綱の徳に坊を祖とする、源の密つながらが各地で挙兵し、俗に、源平合戦と呼ばれる辞書 呪衛の乱が発生する。当初は平家が源氏を圧倒しており、源の清が廃止している。しかし次第に形勢が逆転して平家は、源の義仲に京都を追われた。その後、義仲軍と頼朝軍、平家の三つどもとなったが、頼朝軍が圧倒していき、合わずの戦いで、義仲軍を、段の裏の戦いで、平家を滅ぼして、頼朝軍が勝利した。 その後、鎌倉幕府の初代の征夷大将軍として、武家統領となった、源頼朝が、河内源氏であったことから、河内源氏から、明日ともに、武家の統領が出ることとなった。一方の摂源氏は、源頼政と一族の主だった者が、宇治合戦で討ち死にし、一族中で生き残った、源のゆうは、源の義経に従っていたため、源、 頼朝の命令で撃たれた。また、源義経の関係の深かった摂津、源氏着流の忠孝綱も、平家滅亡後に、忠相の所領を没収され追放処分となった。源の広綱は、源の頼光以来の摂津源氏の子孫を伝えることができたが、幕府を開いた頼朝とと比べるならば、もはや一御家人の境遇でしかなかった。平家の追悼に成功したよりは、 乱の中で、他の川内源氏一門、新田義主家、武田信義、弟の源義経、源、範頼を滅亡や衰退させ、欧州藤原氏を打ち勢力基盤を固めた。武家政権の台頭を嫌いその誠意を抑制してきた、後白川法皇が崩御すると、1192年に征夷大将軍に任ぜられた。ただし源の頼朝の系統は、頼朝の子、 源実友が、兄源、頼家の子、九行に殺害される。その九行も捕らえられて処刑。九行の異母帝、前赤月も加担を問われ、殺され、さらに前赤月の同母兄、坂恵美が、泉近志功の乱に擁立されるも乱が失敗し、自害、そして、断刑男子で最後まで残っていた、頼朝諸子、帝赤月が1231年に死去して断絶、また、 男系女子でも、より家の娘、築五所が1234年死産により死去したことで、完全に断絶した。また、鎌倉幕府において、源氏一門は、血統や功績等により、厳正を称することが許される、五門用と、厳正を称することが叶わず、名字を称するものに区別された。五門用には、品の平賀氏、大内氏、安田氏、 鏡氏などの白木三郎、吉光の系統、足利市、山梨などの源義国の系統が名を連ねたが、上級の乱などにより特捜家に敗れ没落した。鎌倉幕府末期の混乱期に頭角を表した、源義国の次男、足利義康を外する足利氏の同僚、足利高氏は、源義国の長男、新田義重をを外する。 日田義貞等の対抗勢力を打ち破り、武家の統領として1338年に征夷大将軍に任じられ、室町幕府を開く。足利義満は、清は源氏出身者として初めて源氏長者となり、その後の将軍が源氏長者となる道を開いた。その後、高氏の子孫は、鎌倉公保、小賀久小弓久保、堀越久保、境久 阿波久保などに分かれた。また、足利市所流で、ご一家とされた木良市、渋川市、石橋市、三関領の柴市、細川市、四式の一式市のほか、山梨、栃木市が中央で台頭し、地方では、九州丹大や駿河、東東未守護を歴任した今川市、欧州丹大の大崎市、宇州丹大の茂上市が台頭した。 石川氏源義家の後を継いだ川内源氏四代の源義忠は京都に進出し、川内源氏の本拠地の石川僧は、義家の伊豆の源義時が相続し守る。兄の義忠の死後、義時は石川の地に留め重視、子孫は石川源氏、さらに石川氏と呼ばれる。らがいる。転線は養子。ありがとうございます。